こんにちは、FA ラボラトリーです。今回はオムロンのマイクロスイッチについてのご紹介です。数多くのスイッチがありますが、マイクロスイッチの特徴、大きさ、アクチュエータの違いなどの比較を紹介していきます。マイクロスイッチとは、わずかな接点の位置の違いで機械のオンオフを切り替えるスイッチです。スナップアクション構造なので、スイッチの操作速度や操作力は関係なく、瞬時に接点が切り替わります。そのため、小型のマイクロスイッチでも大きな電流を流すことができ、接点の損傷も少なく、耐久性にも優れています。今回紹介するオムロン製品だけでもたくさんのマイクロスイッチがありますが、比較用に用意したのは、左から DTM9-1DTF-1L DTF-1S-1-5SS-5GL-F-VX-0-1-1A2V-1155-1TA5-1A5-T Z-1-1-5GL-B になります。サイズは主に極超小型、超小型、小型、一般型の4種類に分類されています。1円玉と比べるとこのようになります。D2M9 シリーズは1円玉より小さいのが分かりますね。このような小さいスイッチでも、マウスのクリックや洗濯機の蓋など様々なところに使われています。スナップアクション構造を持っているので、位置を検出する精度が高く、極超小型、超小型、小型は業務機器や家電などによく使われており、一般型は大規模な産業機器、設備に使われています。アクチュエータ部はボタンやレバー、ローラーなどあり、外部の力や
動きを内部の機構に伝達しています。ピン押しボタンは直線の短いストロークで動作するものを高精度で位置検出することができます。レバーはストロークを大きく取れるので自由度が高く幅広い用途に使えます。ローラレバー型は高速で動くカムなどの検出に適しています。内部についての詳細は過去にピン押しボタン型のマイクロスイッチを分解してみた動画もあるので、ぜひこの動画と合わせてご覧ください。最近注目されている e スポーツでもゲームプレイヤーが重視するマウスのクリックの押す重さやキレの良さなどはマウス内のマイクロスイッチによって左右されるので、とても重要な部分になっています。身近なところにたくさんのマイクロスイッチが潜んでいるんですね。たくさん種類があるので購入する際には再度確認し、間違えないように注意してください。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルハムショップジャパンにて販売しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。